どうぞ。はい、ということでヤヤトシのターンですけども、ヤヤトシのモンスターを作っていきたいと思います。ヤヤトシモンスター。いや、まずね、あのモンスターって緑じゃん。ちょっとキウイ入れようかなと思って。さっき黄色。そうだね。でもあの缶が緑だったから、ちょっと緑缶に入れてみようかなと思ったんで、キウイ買ってみました。絞り、え、すりおろし、すりおろそうかなと思ってます。みんなすりおろすとか言ってっけどさ、うん、これにすりおろしかないだろ。バカか。どうやって入れてんの高麗人参。エキス、エキスだよ。エキス出ねえんだもん、人参。出ねえんだもん。めっちゃ乾燥してんの。確かにね。ブドウ糖出た。ブドウ糖は出たよ。ブドウ糖とレモン出たよ。ブドウ糖じゃねえんだ。いや、ブドウ糖いるんだよ、ただの。でもなんか、あの買いに行った時から俺、ブドウ糖作るんだって言い始めて、はい？ってなってて、さて、これをおろしに絞っていく。で、な、これで、あの、さっきの人参がうら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 、いい感じじゃない？いけてない？多分15年ぐらい使ってないから。なってないし。釣りおろし器、うん、やべえじゃん、それは。カピカピの何かが何かがついてる。何かエキスが注入されてます。さて、続きまして、俺もね、モンスターを見たんだよ。見たっていうか、結構前から人参が入ってることしてから、人参買ってきた。高麗人参、高麗人参買ってきたよ。朝鮮人参、まさかの被ってたんで、もう今しかも高麗人参入っちゃったのよ。釣りおろしで割愛、持ち帰れ。これはもう、もったいないんで持ち帰ります。で、今この状況なんですけど、寝る寝る寝る寝でしょ、やはり。え、レッドブルとか、モンスター飲んだら、寝る寝る寝るのはしなかった？いや、寝る寝る寝る寝を久しく食ってるから、わからん。寝る寝る寝る寝をぶち込む。だから本当に20年以上食ってないんじゃないかぐらい。そんな？小学校低学年ぐらいで食ってたとしても。昔は CM やってたけど、今やってる？タラララランみたいなやつ、なんか魔女がこう出てるやつ、カップラーメンみたいな感じ。そう、君らのサプリメントと一緒ですよ。そのまま入れちゃう。そのまま入れます。うん、どうしようかな。どれで固まっちゃら困るんよ。固まっちゃら、いや、3番いらないな。1番2番で作ろう。この1、2でいきます。粘性やばそうだね。かたくり粉みたいになりそうじゃない。先生、甘い。甘さ、ヤートシモンスターの甘さはそこで、それで出さないと甘くなくなっちゃう。でもこれだけ舐めたら、ちょっとモンスター感あんのやっぱり。ほんま？ほんま。俺は蜂蜜、ゼクサは水飴で甘さを補ったけど、ね、甘さ重要ですからね。ちょっと紫色になってきてる。で、これブドウ味だから、お前のブドウと一緒よ。加工されてるから美味しくなってほしい。混ぜてます。色は、あ、気持ち悪い。色やばくね、今のところ。色部門は最下位じゃない。色は最下位だ。色最下位だぞ、これ。ピンクになっちゃった。ほんとだ。もうちょっとね、緑になると思ってたんだけどな。白ピンクだ、ね。ストロベリーシェイクみたいな。お、匂いは甘い。うん。何そのザラザラして。これは粉ですね。粉です。今のとこだって液体と呼べるものは入ってないから。まさか、ちょっと一回先生、ろ過しないとやばそうだもんね。マジ甘みだな。よし、ゆうたの蜂蜜をまくります。ずるい。これもちょっとペナルティですね。あのね、このまんまでもうほぼモンスターよ。なんで反応してねえ。絶対嘘だと思ってるからでしょ。ちょっと人の蜂蜜を使ったのがちょっとないなって。で、砂糖がなかったか。砂糖ある。
砂糖なかったよ。砂糖あるって。砂糖ある。あんの？じゃあ持ってこいよ。さっきのやつだじゃねえか。やばいな、俺のやつ。やばいな、これ。俺たちね。で、匂いはあの特有のさ、匂いするかも。うん。ああ、甘っ。ブドウ糖の匂いすごいわ。ブドウ糖の匂いって何？ブドウの匂いって何？ブドウ糖じゃないんだよ。ブドウの匂い。ブドウ糖って何？ここに。はい、俺は、強炭酸水レモンにしました。レモン感をね、出して酸っぱみ感じたでしょ、うん、モンスター。ちょっと何加えるかなってんの。何加えるかなってんの。で、ちょっと入れて、ちょっとずつ希釈していこうかなっていう。もう違う何かになっているんだろうな。やっと白だけ飲み物じゃなくてスムージーみたいな。ヒロゲン、ポリゲンテンすよね。これ相当美味しくないとダメっすよ。これで？あ、一緒一緒。もうとどめてない。脱落。早くね。料理は見た目からっていう言いますからね。あらら、これはどうなんでしょうね。あ、うわ、これ多分ほぼほぼあのねる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 あれですよね。キウイ巻いていくか。いやさ、果汁って書いてないもん。そうなの、書いてある。果汁何パーとか普通あるじゃん。でも全くないってことは、うん、多分何パー未満かは表示しなくていいって言われる。なるほどね。その程度しか入ってないってことで、入ってたとしてもホイップになってる。これに、またキウイが足りないんだ。いけ、キウイ。ほら、モンスターの緑が入ってきて。まずい、まずすぎて、もう泡になっちゃってんの。これは味で勝負なの。味で勝負。よし、完成じゃね。完成です。これがいや割と飲みたくねえ。やーとしモンスターです。ズズーン、はい、やだー、はい、キモい。やーとしモンスター、キモい。じゃあ3等分しないとね。はい、じゃあほぼ泡なんだけど。あー、でも匂いはまだはマシだね。キウイってか強いな。なんかもうねる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 の匂いしかしない。ちゃんと待つだから、ちゃんと待つ。じゃあ乾杯しましょう。乾杯。はい、あ、でもまあまあ甘い。この人参の味っつうの、味噌製。うん、俺は美味しくいただけた。なにこれ、何の味っていうか。寝る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 。でもさ、エナジードリンクのあのちょっとある感じさ、寝る寝る寝るの味しない？でもこの甘さは寝る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 甘さだよ。寝る寝る寝る寝が美味しい、これ、うん、で、これちょっと飲んでみる、うん。全然違う。ああ、でも俺のやつが一番じゃ似てるよ。全然違くない？甘さだけだね。甘くないって言ったけどめっちゃ甘くない。いや、甘くしたんだ。そう、ハチムス、あとキウイ出した。甘いっていう意味では全然俺のより甘い。炭酸入れてみる。ちょっともう炭酸欲しいね。なんでこんな泡出すの全部。10泡になった。10泡11で泡でしかない。
飲めませんもん。それも味ないよ。泡になりました。多分だっ、あの、何、バス、はい、バブルバスよりもすぐ泡になる。細かい泡に。終了。どうでしょう。いや、なんか人参みたいな味するんだよな。なんでだろう。それは人参入れてるから。人参がダメかもしんない。でも人参って書いてあるよね。高麗人参ね。ほらほら、高麗人参コンエキス。結果発表。せーの、結果発表。せーの、結果発表。どうでしたか。どうでした。あの、まあ五択はいいからもう結果を発表しようか。そうだね。うん。で、どれが一番モンスターだったかを決めることだよね。むずくね。モンスター。モンスター。自分以外ね、じゃ。うん。普通にでしょ。普通に。うん、自分以外で。うん、せーの、おろろてってるーということで、はい、まあ、結果モンスター王はまあ僕でした。ねるねるねるねが一番美味しかったです。これからモンスター上院してください。まあ飲まないんだけど、優勝者には1年分のモンスターを飲む、飲まなきゃいけない券が付与されます。使命が付与されました。絶対に飲みません。動画撮影がある日は1日1本は絶対飲んでください。あ、まあ、それはいいでしょう。おーおー、じゃあでは最後に言いたいことがある。はい、ブドウ糖はブドウのエキスではない。以上です。バイ。ゾーンしか勝たん。レッドブルしか勝たん。レッドブルうまいよな。